はい、全国1億2000万の大田中ファンの皆様こんにちは。三度、皆さんのお目にかかります。本日私は、三菱ふそうの、新型キャンターの試乗会に、お邪魔しております。この新型キャンターという車は、ダイムラグループの中で、最量販を誇る戦略車種ということで、本日の発表会には、社長からダイムラの商用車担当役員の皆さんも集結されまして、非常に気合いの入った、プレゼンテーションが行われました。で、ただいまこちらの会場では、メインのキャンターの中でもメインのモデル9機種を使っての試乗会が行われております。クリーンな、3リッターディーゼルエンジン、それから、ブルーテック、排ガス浄化システムのブルーテック、それから、6速の、ダブルクラッチ、デュアルクラッチトランスミッションのデュオテック、これが売りになっています。では早速これから乗ってみたいと思います。じゃあエンジンかけます。よいしょ。でこれがそちらに行くとマニュアルですね。でここがもう一度もう一回あると この度にモードが変わると、はい、今 D モード、はい、で2速発進、はい、このままで大丈夫です。はい、じゃあ行きます。右よし、左よし、後方よし、スタートします。あ、これがその最初のデュオ、そうですね、クリップがデュオニック自慢のクリップ、はい、あ、結構クリップするんですね。そうですね、うん、はい、なるほどなるほど。すいません、高橋さんとおっしゃいました、はい、この車のスペックを教えていただけますか。はい、まずエンジンはこの車は、はい、4P10 という搭載してます。排気量3リッターになります、はい、この車128kW 175馬力のエンジンになります、はい、でマニュアルミッションは AMT デュオニックの全身6段の、はい、ミッションになります。あと今日この車、積載量 4700kg、はい、ほぼ定積の4トン今日は、積んでおります。よしよし、振り出し中4トンですね、はい、で今これ4トンのなんか砂袋が積まれてるんですね、はい、後ろに、はい、上とか積んであります。出だしは結構なんか穏やかっていうか、そんなドボンといかないんですね。そうですね、はい、でちょっと走り出してから伸びる感じが、はい、私は大型二種免許を取ってからこういうバス、トラックにことさら興味が湧いてきまして、今日は縁あって、三菱ふそうトラックバスさんのキャンターの新型キャンターの試乗会に呼ばれて今、G弱でしたね、はい、あの平ボディの G 弱タイプの広幅、3リッターディーゼルエンジンにこのデュオニック搭載のここですね、はい、左、よし、右、振り出し注意、ということで、初めて実は真面目にトラックを運転します。で最初この、まあ、トランスミッションがどうなのかなとは思ったんですけども、意外とあのクリープ、その幅寄せとか、あの倉庫に横付けするときとかドックですよね、ああいうところに、つけるときに運転手さんの疲労を軽減すると言われるた、するためにつけられたというクリープ、これが結構あの最初の出だしのマイルドさとか、狭いところでの操作性にはすごいいいんじゃないのかなという感じがします。で出だしはそんなにあのバス、あのズバッと行く感じじゃなくて、で出だしはちょっとマイルドで走り始めると、あ、これ次左、左でいいですか、走り始めたら、伸びがいいというようなフィーリングを私は感じました。でこれシフトダウンもするんですね。そうですね、止まるときに自動的に減速のときにはシフトダウンしていくようになってます、うん、ふんわりアクセル、いいスタートと。あ、なるほど。あのやっぱりアクセルの踏み込み方をちょっとあの緩めというか、あの軽めにすることによって早め早めのシフトアップがされていきますね。結構なんか静かですね、あのやっぱり早め早めにシフトアップで走ると。そうですね、あのやっぱり、うん、低い回転で次のギアにシフトアップしていく。じゃあこれがエコモードですね、はい、エコモードスイッチオンにします。
で、エコモードスイッチオンにすると、先ほどの説明だとシフトアップのタイミングが速くなるっていうこと以外に何か違いがありますか？基本的にそのシフト の、うん、あのシフトマップを切り替えてますので、うん、そこが一番違うところですね。しよしで、アクセルの踏み方を変えても、はい、エコモードは効くですか？はい、今度はアクセルを 踏まなくても踏んでもどん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 シフトアップしていく、ね、じゃあちょっと踏んでみましょう、うん、ただ一番踏んだ時はやっぱりそのそこだけはあの引っ張るようになってます。うん、あ、バンと踏んだ時は、はい、じゃあちょっとバンと踏んでみましょう。キックダウン今はしました、ね、ちょっとだけですな、はい、かなり違いますね。あの極端にそこは全然違うじゃないですかこれ。味付けをだいぶ、うん、ポン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 とシフトアップしていきます、ね、ゴンと踏んでんのにもう全然、はい、あの知らん顔してシフトアップしますね。あーなるほど。あ、もうこういうなんかモードスイッチってあんまりあの違わない、体感できないってことが時々あると思うんですけど、はい、これは明らかに違いますね。そうですね、ちょっとびっくりしました。はい、うん、やっぱりあのでもあれかな、エコモードに慣れたら慣れたでこれは普通に運転できるんかな。ちょっとなんか若干車の教育に慣れたような気がします。あんまりアクセル踏んだりかんよという。今回まあ、 あのエンジンとミッション変わったのが一番大きなポイントですので、うん、で日本で初めてのポスト新長期対応のクラス、このクラスでね、クラス初の、はい、でブルーテックを搭載と。でこれあのハードブルー入れなかったらどうなるんですか？あの警告ランプが出てきます。それはあの動かなくなるんですか？はい、最終的には動かなくなります、うん、